蓮舫さん、都知事選に出馬表明をしました。今後、都知事選、情勢としてはどのようなことが考えられうるのか、蓮舫さんが勝つと当選するという可能性がどの程度あるのかについてお話ししていきたいと思います。まずですね、政治っていうのは本当に変わるもんだということを実感しています。というのは、8年前に小池知事が誕生した際に、なんと蓮舫さんがですね、小池知事のそうした力、引っ張る力、リーダーシップ的なところを強くですね、叩いているということがありました。それが8年経つと、今度は敵同士ということになる。まあ、政治は動くなと思います。またですね、もう私に関しても言えばですね、小池さん、東京都連自民党のそうしたしがらみ政治を打破するために立候補したということで私と一緒に戦ってたわけですが、今や小池さん、東京都連の萩生田衆議院議員、そして東京都連の会長である萩生田議員とですね、かなり近づいてきていると。で、私に言わせれば、萩生田さんはとにかく我々戦ってた時は悪の権化みたいな形で、もう落選させようというような勢いで考えていたのが、今は萩生田さんと結構もう近づいてる。それは今年1月の八王子市長選挙で、萩生田さんが推す候補者のところに小池さんが応援に行って、で、その人を当選させた。萩生田さんの依頼に基づいて結局当選させたというようなことが言われている。その萩生田さんとそんだけもう密接につながり合っている。これはいろいろ国政のことを考えた小池さんの、戦略だったとは思うんですが、しかしながら8年前の萩生田さんを落選させる。萩生田さんが我々、に対する攻めの急先鋒である。まあ、とにもかくにも小池若さ除名しろというようなことを平気で萩生田さんは言っていたぐらいですから。そういうことで、その萩生田さんとそういう近づいたっていうことも、これは政治は変わるということの象徴だと思います。もともとですね、小池さんは現実主義者だと思うので、8年前の都知事選挙に勝つための戦略として、自民党東京都連を叩きまくったというのは単に戦術だったということもあり得る話だと思うんです。で、今やもう2期やって叩く必要がない。むしろ自民党と近づいていた方が何かと今後の、彼女の政治の広がりを考える上においてはいいという思いで、萩生田さんらとも近づいてんだろうと思うんです。ただ、それはそれでいいとしても、私は少なくてもあまりにもあまりでしょうというふうに思います。小池さん立候補8年前に表明してから、東京都連自民党の会議には当然出てこない。私一人が出ていて、私は東京都連の都議会議員、国会議員から激しく吊るし上げを食らった。そういう思いがあったわけですから、より一層やはり8年前の東京都連しがらみ政治を打破するっていう思いが私には強くあるんだろうと思うんです。まあ、いずれにしてもですね、まあ、政治って政策政治ですから、政も学も合わせたものが政治だとかいうふうにも言われています。まあ、その表れなのかもしれませんが、今回ですね、まあ、都知事選挙といっても国政レベルにはなるんだろうと思うんです。少なくともこの都知事選でどのように、結果が出るかによって、今後の総選挙、衆議院、の行方が決まっていくと言っても過言ではないと。まあ、小池さんが勝つのか、蓮舫さんが勝つかによって、まあ、総選挙の行方も変わると。そして自民党はですね、小池さんに抱きつきみたいな形で、小池さんを推薦したいと、今回の都知事選挙において。でも小池さんの方は自民党から抱きつかれたような形で推薦などを受けてしまうと、今度は逆に小池さんに対しての票が離れてしまう、今の自民党の置かれた状況を考えると。ということで、小池さんは自民党の推薦はすぐに受けますとは到底言えないと。ただ、まあ自民党の各種団体など、あるいは公明党の票などは事実上入れてほしいというふうに小池さんも思うだろうけれど、その辺は非常にどういう表現、あるいは水面下でどういうような
合意をするかというのが結構大事なポイントだと思うんですよね。ただ私に言わせるとですね、木曜日に、ヒーロービーっていう TBS の番組に出て言ったことを私がですね、もう小池さんね、もう、そんな自民党から支援だとかいうことも一切いりません。自民党の諸団体の推薦もいりません。私が一番大事だと思っているのは都民の理解ですと。私は都民に支えられて2期やってきました。もう1期、また都民の普通の人の、感覚で私を支援してくれるということがありがたいと言えばいいんじゃないですかってテレビで言ったんですよ。そうすると私は小池さんの8年前の姿が戻ってくると思うんです。そうじゃなくて、まあ、自民党からも推薦を受けるか受けないか、自民党関係の団体から推薦を受けるかどうかなど、まあ、そういう悩んでること自体、もうすでに8年前の小池さんとはもう変貌してきてる、変わってきてるというふうに思うんです。いずれにしてもですね、まあ、そういうことで、自民党、公明党、小池さんというのがどういう形で今後、動いていくかの、いくのかは注目されるところだと思います。で、蓮舫さん、どうしたら勝てるか。私は今の段階だと小池さんが圧倒的に有利だというふうに思ってます。やっぱり現職ですから、そして子育て支援でもいろいろやってますから、都民のママさんらは、多くの人はお金を出してくれてるっていうことで、小池さんに対しては、やっぱり、大きな信頼を寄せてるところがある。それを蓮舫さんが出てきて、いや、小池さんの今までやってきてることはダメですよ、と言ったところで、むしろ逆効果。小池さんとの都政という感じで戦って、土俵をそこにセッティングしても、なかなか蓮舫さんの勝ち目はないと思うんです。逆にですね、蓮舫さん、もう国政レベル並みに、例えばですよ、小池さんは8年前は東京都連自民党を退治して、で、しがらみ政治を終わらせようということで当選した。素晴らしい。しかし今や、その萩生田東京都連会長と手を組んで、もう昔の自民党に帰ってしまった、戻ってしまった、小池さんなんです。それを今後また4年間、小池さんが都政をやるとなると、元の木阿弥で、また8年前のしがらみ、ブラックボックスの都連に戻ってしまう。都政に戻ってしまう。皆さん、それでいいんですか？今、自民党は、こうした裏金問題で、非常に国民の信頼を失っている。今ややはりきちんとした政治が求められるというような形で、蓮舫さんが大々的に訴えると。7つの公約ゼロが達成できてないとか、そういう、それも大事ですよ。それも大事ですけど、そこだけで小池さんを批判しても、なかなか大きなうねり、風は起きてこないと。だからその意味においては、一か八かですけれど、東京都知事選挙っていうのはあくまで都の選挙ではあるというものの、大きなところでやっぱり国政に含めて訴えると。それによって初めて風が起きるかどうか。8年前にそのすごい風を小池さんが起こしたのは、もう最初はゼロからの出発だったんですよね。それがだんだんとやはりしがらみ政治、ブラックボックスとかいうことで、大きなものをいっぱい訴えることによって支持を得ていった。だから蓮舫さんも今回、まあ、ある程度大きなところから訴えていくっていうことが、まあ、勝つとすればそういうこと、風を起こすとすればそういうことかなっていうふうには思います。いずれにしても蓮舫さんですね、まあ、勝ち目があると思ったんでしょう、東京都知事選挙。まあ、しかしですね、例えば静岡県知事選挙が直前にあって、立憲民主党が推薦している鈴木康友候補が当選しました。それで勢いがあるということで、その翌日、蓮舫さんが都知事選挙立候補を表明したんですが、しかしながらですね、静岡県知事選挙って結構分析するとですね、東側と静岡中部は、少なくても自民党が推薦した大村候補が得票数が多いんです。で、西の浜松だけが鈴木康友さんの票が多かった。鈴木康友さんは要するに浜松市長を
4期ぐらい勤めてますから、知名度もある、浜松に基盤があるということで、浜松は勝ったんですが、そう見るとですね、必ずしも自民党が負けたとまでは言い切れないんですが、そういう分析をするまでもなく、すぐに、立憲民主党の鈴木康友さんが勝った、当選した、この勢いだ、私も東京都知事選挙に立候補しますって翌日言ったというような流れが一応は見て取れるように思うんです。ですから、その意味においてはですね、自民党は確かに国民の信頼を失ってますけれど、それだけで東京都知事選挙が勝てると思ったら大間違いだと私は思います。いずれにしてもですね、小池さん、学歴詐称問題あります。で、蓮舫さんも二重国籍の問題というのを抱えています。二重国籍を隠したまんまずっと国会議員をやっていたという、そういう疑惑。その意味においては、両方ともスキャンダルな話があるわけで、そのスキャンダルのところはお互いにあんまり深くは掘り起こさないんじゃないかなと思いますけれど、いずれにしても、今は小池さんが断然私は有利だと思います。それに対して蓮舫さんがもっと大きな風を起こす、そのためにはもっと大きなところで一か八かの勝負に出ざるを得ない。単に公約ゼロが達成されていないというだけではおぼつかないというふうに思います。本日の動画、私の解説、良かったと思う人は、チャンネル登録、グッドボタン、高評価、どうかよろしくお願いいたします。